はい、今日は須澤くんがスピーカーの使い方を教えてくれまーす。なんだ、ふてこちゃんなの。あれ、あるわけです。まず、内張りを外しましょう。内張りを外しましょう。見て、ドライバー。K はやりやすいね。暗い。ネジついてる。そしたらネジを外してください。ネジ通るね。ネジネジ通るね。この取っ手は取れんわ、取れんわ。取れない？取れんわ。取れんタイプ？いや取れるんだけど、取れないと内張り取れないよ。取れるんだけど、取っ手は前にスライドすると手が外れます。見えなかったら携帯で照らしてね。携帯で便利だよね。取れる？手入る？入るでしょ。イケメン、イケメソ。手が入らない。取れそう？苦戦しております。須澤くん、あ、こじる。う、あ、手が入らない。マジで取って防御。そこにいやらしく須澤くんの手が、あ、あ、取れないの？ちょっと貸してみんみ。なんじゃこら。はめるときもめんどくさいけど。なんか後ろ行っちゃったよ。だから一番に外したときに、それで戻すときにつけばいい。ちょっとやりにくいね。ここにね、ステーがはまってるから、ステー取ってね。なんでこれ、やってないじゃん。壊れそう、逆に壊れそうって。ボッチで向こう側に来そうねえ。うん、何これ、やってないじゃん。これさ、絶対まさか止めるけど、なんかそんな気がしん。一緒なのかな。いや怖い、この車。そうでもない。何これ。まあそれ外したくね。先にこれが取れるタイプね。あ、ダメじゃんこれ。そうするとこんな風になってるわけね。こんな風に。なんかえらいペラペラだな、この車で。そしたらそこのコネクタを取る。コネクタ外すね。テレビ持っとってもいいぐらいじゃん。取れた。本来だったらデッドリングするんだけど、今日はしません。ドライバー、ドライバー、見て、反対じゃないか、反対じゃないか。あ、大丈夫だね。顔囲まれとるね。で、スピーカーを取る取るね。スピーカー取る取るね。で、ここコネクター、コネクターね、コネクター。分かった。で、アップにしようか。この線抜いてあげましょう。
見えるよ。で、ちょっとね、これをカバーを引き上げて、でそのさ、純正スピーカーよりさ、その純正スピーカーをつけてるさ、その土台もですね。うん、最近これすごいよ、ね、なんか普通になんかその辺で打ってるバッフルよりさ分厚いな。バッフルは今回つけないね。やばいね、本当はつけた方がいいんだけど、で今回はカットしてある。そんぐらいなんかしっかりしてカット。これはこれはあの純正に戻す時に使うから取っときましょう。で電気つけると俺のハゲが映るよ、ね、で今回つけるのがブラックフォードのフォードのスピーカーで、これがスピーカーについてる配線ね。これスピーカーにつく方、違うわ、嘘嘘ついた。これ平たんし、こんな長いのいらないから、カットしましょう。で、こっちにも帽子をつけにくいけど頑張ってつけましょう。つけません。で、これなんだ、お茶碗。俺、思ったお椀とか入れるんじゃないの、そこに家に余ってるあ、違う、いや、多分お椀とかだとビビるんじゃ、お茶お椀じゃダメか、お椀はビビると、お茶碗はビビらそうだけど、これだって買うと6000円ぐらいすんだよ。ほんこれ6000円だったら100均でお椀買ってきてつけとけ。お茶碗とかいいんじゃない、お茶碗はいいと思うけど。これつけるのが解説した通り、なんだったっけ、まあこれを箱にするっていうね、ことで、それは車用なの、車用。うん、あの実際言うとこのさ、うん、あ、何そこで何箱にしちゃうってこと、箱にしちゃうんだ。がまずいで、配線を通す穴を適当に切れません。開ける、開ける、ハウジングをつけて、煮干しをつけて、こんな感じになります。ここにツイッターをつけましょうかね、スペースがないんで。ここにツイッターを埋め込みます。で、スポンってこういう風に取れる、こういう風に取れる、ほら、まあこんな感じでバリ取ってあげなきゃね。仮でつけたら音チェックならないよ。したら内張りを流す。バトンタッチして、店長くん取れた？へえ、そうやって取れるんだ。
よし。取った？分かった、付け方。で、真ん中のやつ。うん。違う違う違う、先と先ちょ。そっちそっち。こっち？うん。それそれ、その真ん中。違う。このくぼんでる方あるでしょ？上くぼんでるでしょ、これ。くぼんでる方にここを、この真ん中。俺の目が悪くて見えん。これか。てか光って見えんな。こういう風。山になってる方をこの風にして、でこのままこう刺してるし、潰して。で、これで。これで。ここに入れて。ぐしっ、潰すでしょ？で、そしたら。変なとこ潰したの。で、のこちっちゃいやつでガシッて潰すでしょ。で、くっつってねえし。で、今度大きい方ここでセンター合わせて、そうほらこうなるからこれ潰すでしょ。で、ここでガシッと、ガシッと真ん中でつけてあげる。そうすると抜けないからオッケー。完成。簡単でしょ。何何何何さてええ何何何えはこれ両方ともお寿司だねは嘘だえなんで本当に言ってる違うあお寿司だ両方何やってんのしかもこっちゴムついてなくねついてるゴムついてるわやわや両方ともお寿司つけてるおついたあとはついたをついたついたねえついたついたバリ取らなかんなこれバリ取ってこんな風にちょっと位置が気になるけどねまあこんな風に収まりましたで音の比較をしてみます。